こんにちは、塚本です。今日は、リンキングマシン、つまり、ハーグのリンキングマシンを購入するやり方について説明します。ハーグのリンキングマシンは HAGUE リンキングマシン、こういうふうに入れます。 HAGUE です。で、こうすると、まあ、ハーグのリンキングマシンのページが出てきて、ハーグダイレクトっていうのが、ここにあるんですね。https ハーグダイレクト。このハーグダイレクトっていうのは、ハーグが直接商品を売っているお店です。で、ここで、リンキングマシンだとか、リンキングマシン、これ下の方に見ると、こうやっていっぱいあるんですけど、それからあとは、そのヤンワインダー、このツイスター。このツイスターっていうのはとても面白い機械で、うちにもあるんですけど、このツイスターっていうのは、3本の糸を、なんていうんですかね、1つにまとめることができて、とても面白いんですね。で、これはこれでいいんですけど、特に必要なものではないです。で、リンキングマシンはあった方がとても便利です。で、リンキングマシンはいろんなのがあって、この、D280H ハンドリンキングっていうのが一番安くて、320ポンドで、ですね。それで、280の E というのは、これはその電気で動くわけなわけです。で、こっち側にある、FE っていうのは 10ppi って言って、針がたくさん出てるんですね。つまり、3.6 ミリの、で作ったものなんかは、普通のリンキングマシンだと、あと、粗すぎてうまく縫えないわけです。それで、これは、10ppi、針が10本、1日あたり10本入ってますよっていうやつですね。こっち側は12ですね。もっと細かいわけですね。ですから、細かいものも手に入ると。それで、これは台です。台はどっかなと思いますけれど、それでこれを、例えば、選びますね。そうすると、このやつ、こんな風に出てきて、それで、プレオーダーってなってますけども、普通に売ってるんですが、すぐ在庫がなくなって、プレオーダーしておくと、次の在庫が入ってきた時に送ってくれます。結構すぐ入ってきます。これは今は1週間ちょっと10日後ぐらいに入ってきますよってことなんで、注文しておくと10日後ぐらいに発送されます。ちゃんと発送してくれます。で、たくさん売ってるんだと思いますね。このハーグのリンキングマシンっていうのはどこに行っても見ます。それでこれでプレオーダーなおっていうのを押して、それで、プロシーズチェックアウトをして、で、なんていうんですかね、いろんな自分の情報を入れてって、支払い情報を入れて、やると、ちゃんと日本に送ってきます。それで、一つ注意しなきゃならないのは、この、電気系のやつを買う場合です。電気系のやつを買う場合には、日本に送ってくるのはアメリカの 110V 版です。つまり、日本の 100V で 110V 版は動きます。ただ、そのコンセントの形が3つ口だったかな。なんかその、日本のコンセントは2つですよね。それで、アメリカのコンセントはアースかなんかが取れて3つになってるんだと思うんですけど、3つ口できますんで、3つ口を2つに直すっていう、そのソケットを変えるやつが必要です。でもちゃんと 100V で動きます。で、100V で動くものを送ってきてくれます。以上です。